オレグ・ブロヒンは、ソ連ウクライナ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは FW、元サッカーウクライナ代表監督。ナジー・ケイ・レフ・ヤシンと並んで、ソ連を代表するスタープレイヤー。ソ連の100メートル総記録を持っていた母親の血を受け継ぎ、その瞬足と得点能力から、ウクライナの矢と呼ばれた。なお、後に、 同じウクライナ出身 FW であるアンドリーシェフチェンコがこの愛称を受け継いでいる。ユース時代からディナモキエフで育ち、1969年にトップでのキャリアをスタート。名称バレリー・ロバノフスキー監督のもと、8度のソレンリーグ優勝と2度の UEFA カップ優勝の原動力になる。1972年から4年連続リーグ得点王に、 輝き、1975年には、フランツ・ベッケンバウアー、ヨハン・クライフを抑え、バロンドールを受賞した。ソ連リーグで、彼が記録した431試合出場と211得点は、共にリーグ記録である。1990年に現役を引退。引退後は監督として、ギリシャのクラブを渡り歩いた。1997年には、国会議員に当選。 2003年9月に、ウクライナ代表監督に就任したが、2004年4月13日、キエフ郊外で自動車事故に愛病院に運ばれた。2005年3月、ワールドカップ、欧州予選での好成績にもかかわらず、代表監督と国会議員の両立が難しいことを理由に、ウクライナ代表監督を辞任したが、発表から1週間余りで続投が決まり、 引き続き指揮を取っている。2006年、ドイツ W 杯決勝トーナメント1回戦、ウクライナ対スイス戦の PK 戦前に、決着の瞬間を見ることを拒否し、PK 戦の采配を選手に丸投げして、ロッカー室にこもってしまったというエピソードがある。なお試合はウクライナが、PK 戦を制した。2007年、ユーロ2008の予選敗退の責任を取り、代表監督を辞任した。 同年12月14日、FC モスクワの監督に就任。しかし、2008年シーズンは、16チーム中9位で終え、成績不振を理由に解任される。2011年に、ウクライナ代表監督に復帰したが、自国開催のユーロ2012で、グループリーグ敗退に終わり、大会後の2012年9月に退任し、ディナモキエフの監督に就任した。ありがとうございます。